ビピリジンとは、ピリジン2分子が炭素炭素炭結合で直接つながった分子構造をした有機化合物の総称である。1種類の化合物ではなく6種類の構造異性体が存在する。なお、ビピリジンの構造はビフェニルの2つの方向間を構成する炭素原子のうち2つの方向間をつないでいない炭素のうちの1つずつが窒素に置換された。 化合物と説明することもできる。導入された窒素原子が持つ孤立電子体は SP に根性軌道に格納することによってビピリジンの感情部分も方向属性が保たれる。なお、ビピリジンの孤立電子体は通常 SP に根性軌道に格納されるため、ピリジンと同様にこの孤立電子体は塩基性を保っている。ビピリジンの化学式は C10N2H8 であり、 分子量は156.18。無極性溶媒によく溶け、水に微量を溶ける。異性体の中でも、2、2体と4、4体が、科学的に重要である。ビッピリジル、ジピリジン、ジピリジルとも呼ばれる。2、2ビッピリジン3分子が、金属イオンに配位した状態。なお M は、鉄や、クロムなどのイオンである。2、2ビッピリジンは2個の窒素の位置関係が1。 十フェナントロリンと似ており、それと同様にほとんどの金属イオンに体式レート性排位子として働く。二、ニビッピリジンが作体上で肺位子となっている場合、化学式ではブッピーと略される。二、ニビッピリジンは無色の化合物であるが金属に配位することで平面上となり、広がった排強薬系により発色する。その性質より、 有機金属化合物の適定にも用いられる。また、軸ワットとして知られる化合物1ワンエチレンマイナス2ニビピリジニウムの原料となる。44ビピリジンはメチルビオローゲンまたはパラコートとして知られる化合物1ワンジメチルマイナス4四ビピリジニウムの原料となる。四四ビピリジンの窒素原子上に換気を導入した化合物は ビオロゲンの慣用名で総称される。ビピリジンの6種の異性体 AB マークインデックスサーティーンスエド 3382AB マークインデックスサーティーンスエド3383ありがとうございます。